フラットのフライ。
これはね、より大胸筋をグッと張るために、足、台に上げちゃって、しっかり肩甲骨下にね、落として胸張って、ちょっとお尻むしろ突き出すぐらいのイメージも、いいです。Dreams can be done から今しっかり肩甲骨を落として胸をグッと、ね、張るようにして、うん、インクラインプレスやってフライできて、でまたベンチプレス、このね俺4種目で結構胸トレって簡潔に近いんじゃないかなと思う、ね、インクラインインクラインフライフラットフライでベンチプレスの締めっていうね、まあちょっと細かいデグラインとかで、ね、意識するためにケーブル入れたりとかこういうマシンでね肩にはめてその部位だけっていうのも全然あれだけど、基本的にこの4種目をしっかりマスターすればね、大胸筋は絶対つくんじゃないかなと思う。ごめん、勝手な持論だわ、これはね。インクラインプレス最初持ってくるとね、最後のベンチがやたら上がんないね。3セット目普通に10パーザー上がったの、さっきちょっとずれたな。ふぅ、10パーザー上がっちゃったからドロップでもう1回100いこうか。最後の一本が上がらなかった。よいしょ。はい、今日の胸トレーニングが終わりです。張ったね。
まあ、胸トレーニングはね、必ずプレス系、高重量するね、扱うプレス系はね、最低でも1種目はやりたいよね。まあ、僕がおすすめする1種目はインクラインプレスです。であとはね、大胸筋に関してはやっぱフライに変えた途端大胸筋すごい発達したって人とか、多いから、実際ね、先人の方々とか、だから必ずフライの種目を入れてあげたいね。でもフライ難しいんだな、これがね。だから次回はダンベルフライとか、最初ペックフライからちょっとね、イロハを教えて、で最終ダンベルフライできるようにみたいなレクチャーを動画をまた出せたらなと思います、ね、まずは、プレス系しっかり重量を使って基礎を作り上げてください。